はい、ということでね、これもすでに始まってるからね、いつもみたいにグズグズしてたら置いていくよ。路地でのろまな亀は置いていくよ。こんなネタおじさんにしかわかんないだろうけども、そういう意味でも置いていくからね。で、今回何をやっていくかというと、初回プレイでね、このステージ1をクリアしてやろうと。あくまでも初回プレイですからね、初見プレイではございませんよ。勘違いしてうだうだ言ってこないようにね。もうインターネットの世界にはね、これめんどくさい人がいっぱいいますから、あなたたちみたいなね、やめてくださいね。この動画は主にそんなめんどくさい人たちに向けてお送りしております。よろしくお願いします。でね、こんなひ弱で何もできない、もうまるで君たちのような状態からね、どうやってクリアするんだと、まあ、思ってるだろうけども、そこはおじさんね、いろいろと対策を立ててうまいことやってるから、まあ、黙って見てなさいよ。それじゃあまずね、道中の雑魚敵への対策からやっていこうと思うけれども、雑魚敵って言っても君たちのことじゃないよ。雑魚かもしれないけど、おじさんは敵だとは思ってないからね。仲良くやっていこう。それで、まず道中の、まあ、君たちじゃない雑魚敵への対策からしていくわけだけれども、これはもう単純に斧で倒していこうと。もうそれだけですよ。何も難しいことないでしょ。ただ普通にプレイしていたんではね、すぐに敵が倒せなくなって、あとひたすら逃げ続けるだけっていうね、まさに君たちのこれまでの人生のようにね、なってしまうんで、そうならないために、おじさんがアドバイスしようってわけ。ね、ありがたいね。とはいえまだ斧の方解放もされてないんでね、まあ、解放条件のレベル6まで、まあ、上げていこうと。で、ここで早速、おじさんからのワンポイントアドバイスね。まずはとにかく急ぐということ。時間がないんでね。人生と同じだよ。うだうだしてたら君たちもあっという間におじさんになるよ。まあ視聴者のほとんどはすでにおじさんなんだけれども。だからこそね、急がないと。もうとにかく全ての敵をなぎ倒すつもりでやっていくと。あとね、これが非常に重要なんだけれども、余計なことはしないと。君たちほっといたらすぐ余計なことするでしょう。なんなら余計なことしかしないでしょう。だからこんな動画見てんだよ。ありがとうね。で、どういうことかというとね、今回はとにかく斧のレベルを急いであげなきゃいけないわけ。そうするとそれ以外の装備はね、今邪魔なんだよね。だけど君たちがね、またいつものように余計なことするとさ、それがどん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 解放されていってしまうわけだよ。例えば回復を取ればね、盾が解放されるし、磁石を取れば磁石が解放されてしまうわけ。もちろん死んでしまったら元も子もないんでね、まあ、悲しむ人は誰もいないだろうけれども、とりあえず無理のない範囲で必要最低限でやっていくと。どれぐらいかな？うん。全然ワンポイントではなかったね。ということで、斧の方はもうとっくに解放されてるわけだけれども、君たちがグズグズしているからだよ。ドジでのろまな亀だからだよ。決しておじさんが調子に乗って喋りすぎてたわけじゃないからね。で、ここからはひたすら斧のレベルを上げていくと。ここでのポイントはね、まあ、先ほどまでと同じように、極力余計なことはせずに急ぐということと、あとね、浮気をしないってことね。これ現実でもそうだよ。大変なことになるからね。まあ気持ちはわかるけども、今回そこはぐっとこらえてもらってね。もうとにかく斧一筋で、もうタトゥーとかね、入れるぐらいのこの斧っていうね、それぐらいの覚悟でやっていただきたい。ね。それでもあなたたちの中にはね、欲しい装備が出たら、早めにとって枠を埋めておいた方がいいのでは、上皇。みたいなね、社会不適合者どもが出てくるでしょうけど、だったらやってみたらいいんじゃないですかね。もちろん運が良ければクリアできるかもしれないよ。でもおじさんはそれじゃ一度もクリアできなかったからね。それでこの企画諦めかけたんだから。ね。まあそんな感じで、あとはうまいことやってもらって、おじさんちょっと休むよ。疲れたんでね。
さあ、雇うののレベルも10になったんで、ここからいよいよボスの対策をしていくよ。ついてきてるかい？ここのボスはね、とにかく息をよく突っ込んでくるんでね。君たちが駅とかでよく女の子にやってやつね。ぶつかりおじさんっていうのかな？あれをやってくるから。自業自得だね。とはいえ今回はその対策をしていくから。不本意だけどね。まあ方法としては2つ。凍らせるか、避けるかと、まあ、いうことになるんだけども。凍らせる場合はね、氷の弓か氷結。避ける場合は移動速度が必要と。君たちも凍らせられればよかったんだけどね。まあそんな感じでね、この中から最低でも1つ、できれば2つあれば安心かな。ただ氷結はね、1つだとさすがにね、使えないから、他のね、補助的な感じだと思っておいた方がいいかな。親近感湧くかい？まあおじさんのおすすめとしては弓かな。ただそれでもね、やっぱり移動速度がないと結構大変だから、つべこべ言わずにそれも取っておいた方がいいんじゃないかと思うよ。ね。じゃあそんな感じで、あとやっといて。そうだ、あとこの辺からね、敵がワンパンできなくなってくるけど、しっかり倒してね。君たちすぐ諦めちゃうからさ。そんなんじゃダメだよ。しっかりね。よし、それじゃあボス対策も終わりましたんでね。あとはもう好きにしたらいいんだけど。まあでも一応ここでね、その他のおすすめのアイテムを紹介しようかなと。なんかファッションインフルエンサーみたいじゃない？おじさんこれ。悪くないね。それじゃあやっちゃおうかな。一つ目のアイテムはこちら。移動速度。これはボス対策にも出てきたけど、それ以外でも、敵に囲まれないように移動したり、アイテムを集めたりするのにも非常に役に立つよ。いわばオンでもオフでも使える万能なアイテムってこと。2つ目はマックスヘルス。まず見た目がすっごい可愛いよね。おじさんは今までこのアイテムをあまり使ってなかったんだけど、今回は何度も命を救ってもらったし、これからは普段使い確定かな。そして最後は爆弾。すっごい爆発するよ。どうだい？ファッションインフルエンサーは。ね。それじゃあとボスまで適当にやっておいて。おじさん心が折れそうだから。
はい、ついにボスの方出てきましたけどもね。気持ち悪いね。君たちみたいだね。なんだい？言いたいことでもあんのかい？気を取り直してやっていくよ。で、今回はおじさん弓も氷結も取ってね、準備万端といったところなんだけれども、実はそのせいでね、遠距離から攻撃する手段が非常に乏しいと。まあもちろんそれでもね、時間をかけてね、こちまちま攻撃を与えていけば、倒せないことないと思うんだけど、君たちも追い先短いし、まあ何より動画の尺もあるんでね。だから今回はね、接近戦を仕掛けていくことになるんだけども、まあ見ていきましょうか。この辺からね、しびれを切らして、接近戦を仕掛けていくんだけどね。まあ、すぐに凍らせられれば、どうということはないんだけど、ただ弓のタイミングがずれると、こんな感じでね、べったりと張り付かれてしまうんで、見覚えあるでしょ？いつも君たちが電車でね、女子高生とかにやってるやつだよ。彼女たちからはこんな風に見えてんだよ。やめてくださいね。明日からじゃないよ。今すぐにだよ。ね？うん。じゃあ君たちも心を入れ替えてくれるということなんで、この辺でちょっとね、別世界線での君たちを見ていきましょうか。これはね、できるだけ気持ち悪い君たちに近づかれないようにと。おじさん、ちょっとさっきから言い過ぎかい？本当にそんな風に思ってるわけじゃないよ。ネタで言ってるだけだからね。また抱きしめたいぐらいだよ。まあともかく、そんな感じでね、遠距離に特化してきた時のやつなんだけど、まあどうせならね、ちょっと変わった装備にしてやろうと、まあ、剣をね、進化させたりしているんだけどね。これがもう全然使えなくて、もうわかるよね。そう、君たちと同じってこと。で、あと移動速度を取らなかったんでね。せっかく遠距離で来たのに、結局また君たちに体を許すことになってしまってね。枕を濡らす日々ですよ。何も変わってないじゃない。ねえ。でもまあこんな微妙な装備でもね、クリアはできるんで、まあいろいろやってみたらいいのでは？ということで戻ってまいりまして、もうしばらく時間がかかりそうなんでね、ここで最後の挨拶じゃありませんけれども、ちょっとお話ししていこうかなと。実はこの動画ね、お蔵入りにする予定だったんですよ。もともとはもう一つのね、通常版の方だけを作っていて、ちょっとこれじゃ面白みがないなと、作り直したのがこの動画なんですよね。ただ、さすがにね、ちょっとこれやりすぎたなと。まあ動画の趣旨もずれてきちゃったんでね、一度ボツにしたんですけれども、でもやっぱりね、せっかく撮ったんで、じゃあ両方出しちゃえということで、そうすればね、まあお好きな方選ぶこともできますし、企画してね、楽しむこともできるんじゃないかなと。個人的にはね、こちらの毒舌バージョンの方が撮っていてね、楽しくはあったんですけれども、ただインターネットの世界にはね、めんどくさい人たちがたくさんいるんで、君たちみたいなね。なんでね、今後はまたどうなるか分かりませんけれども、はい、まあそんな感じですかね。ということで、そろそろボスも倒せるんじゃないでしょうかね。まだかい？もう喋ることないよ。はい、ということで無事クリアと。まあこんな感じでやればね、普段からうだつの上がらない君たちにもクリアできると思うんで、やってみたらいいんじゃないでしょうか。どうせろくにやることもないんだからね。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思いますんで、またね、次の動画でお会いいたしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。
最後まで見てる人いんのかな。